はいはい、こちら、あれです。ドラゴンクエストビルダーズ2。続きね、やっていきましょう。今回はこのワンちゃんに話しかけるところから始めていきたいと思います。ね、ちょっとワンワン吠えてかわいそうだから声かけましょう。新しい種集めどうしましょうか。どうやって3種類の種を探せばいいか。かつて島にいたモンゾーラ犬は鼻が利くことで有名だったそうです。犬がいれば種を探そうなんですけど、目の前にいますね。ワン。このワンちゃんいつの間に、なんて都合のいい。うーわんわん。向こうに何かあるのか。お、このワンちゃん、まさか胎児の使い的な子なんじゃ。種の場所を教えてくれるんですよ、多分。なるほど。このワンコについていきますか。行こう。異常なーし。なんか扉の向き逆だったけど、まあいいんだろう。おお、知らなかった。あ、ネズミだ。おお、ここは来たことはなかった場所だな。どうやら湿地帯ってやつみたいだな。確かに新しい素材もありそうだ。調べますか。薄汚いネズミがいるぞ。この湿地帯のこと吐かせようぜ。普通に聞けば教えてくれるんじゃないか。湿地へようこそでちゅ、ようこそでちゅ。ちちゅ、なんでちゅ人間。ニコニコ場でフラフラとして世に言うピクニックってやつでちゅか。ああ、ピクニックね。ここはモンゾーラ大湿地でちゅ。湿地で迷子になってもいいように後ろの導きの玉に触れておくでちゅ。この地の大ネズミやリリパッドは人間に害を与えないでちゅ。道に迷ったら声をかけていいでちゅよ。読みにくいでちゅよ。おい、湿地の入り口。ああ、待って待って。おお、なんだ。ああ、あなたたちどなたですの、どなたですの。お嬢様キャラですの。あ、この子、昔私が餌あげたワンちゃんね。助け呼んでくれたんだわ。ちっ、やっぱり種じゃなかったか。まさか汚ねえ女二人とは。何よあなた、失礼しちゃうわ。可憐なレディーに向かって。私と妹は教団の方々にここで反省するように言われて何日もこのように困っているんです。それはお腹が減ったでしょう。お腹が空いて、それもこれもお腹が空いてたまらなくなって、とうとうお料理というものに手を染めたからですわ。ほーん、何をしている人たちなの。ビルダーをやっております。お友達の農園を作ってるのね。そうなんですよ。教団のうちに住むことをキャーキャー。こいつらも教団の信者みたいだな。農園に連れて行ってビルダーにしてやろうぜ。洗脳装置かよ。あたシリーズ、こっちは姉のソフィーよ。ソフィー、おう。あたしたち農園っていうのを見せて。あ、はい、めたいですねガール。やったぜ。こういうのやっぱ欲しいよね。こういうの欲しいって言葉がってて。これいいな。嘘。ああ。これって頭ぶつけないんだよね、ルーラーと違ってと思ったら頭が開いている。変えるか。キャーって喜んでるわけ。あー、君じゃないです。あら、私ったら気がついたらこんなところに連行されて腕まで突き上げて。ここがアレアの農園なんだ。みんなでここを作ったなんて私ジーンと来ちゃった。マーリス、何言ってるの。ダメよ、ビルダーなんかに騙されては。私決めたわ、教団なんか抜けてビルダーになるの。
ここでモリモリ食べ物を作るのよ。はい。これあげる。匂いがするから拾っておいたの。お近づきの印に。よくできた妹ですね。うん。お、キビの種。キビ、キビ、キビ、サトウキビ。ソフィーとリズは仲間に加わった。おお、よかったね、よかったね、よかったな、よかったじゃん。キビを植えてみようかね。これでいいのかな。とりあえずやってみるか。あ、待って、ご飯尽きた？大丈夫？尽きてそう。ごち。おいしょ、おいおいおい、持ってる。それひょっとして新しい種じゃないですか。植えちゃった。そんなしれっと持ってワンちゃんについていってあげたからですね。新しい仲間も見つかりましたし、リズさんが持っていたということは湿地帯でならもっと見つかるかもしれません。あー、ワンちゃん、ワンちゃん営業終了ですか。ワンちゃんさん、ワンくんさん、ワン様さん、簡単に言うこと聞いてくれなさそうですね。あー、クックックック、何やねんお前、嬉しそうに。動物を懐かせるには頭撫でてるのが一番だろ。人間に抱く警戒心を破壊するのだ。お前言いたいだけやろそれ。近づくときは走らぬこと、後ろからこっそり近づき撫でること。やってみるか。言われると走りたいよね。おお。あ、逃げてっちゃう、逃げてっちゃう。あ、だいぶ逃げてっちゃう。かわいそうだから普通に。あら。ハンマー持ってたらいかんでしょ。追い詰めましたぞ。おお。犬を手なずけた。ちょろ犬や。どうやらこの犬お前に懐いたみたいだな。おお、回った。どことなく似ているな。名前をつけてやろうぜ。そうだな。よし。お前の名前はアニマルゾンビだ。それがデスジャッカルだな。やべえよその名前は。犬。名前はヤユヨだ。やゆよがついてくるようになった。なんだよ勝手に名前つけがって。まあやゆよってのは悪くないが。やゆよ言いにくい。お前は今から俺たちの仲間だ。しっかりついてこいよな。わおわおおおおお、ああどこ行っちゃうの。やったやった、やりました。ワンちゃんを仲間にしてくれたんですね。まあヤユヨさんがいればこれからの種探しもはかどりますね。ついにモンゾラ系なるヤユヨさんも仲間になりました。今こそ本格的に種を探す時です。そこで私たちで種探し隊を結成しませんか。え、あー、僕がリーダーでヤユヨさんが案内役で、チャコとマギールさんが司令塔。はいはい。え、シドさんが入ってるんですって。じゃあ切り込み隊長ってことで。じゃあって何ですか。
それじゃあ皆さん、もう畑作りはドルトンさんたちに任せて種探しに行きましょう。はい。行きますか。出動です。キビの種。水中に埋まっておる。犬が走り出した後追い吠える場所の水の中の土を掘る。オッケーです。え？ああ、水の中で育てるのかな。キビの育て方、わしが教えてやろう。はい、教えて。湿地帯にある高台の家にメギラというわしの召使いがある。そいつに話してとある壺を取ってくるのだ。うん。25個もいるな。すげえ、3色だ。キビも緑、リリパッドも緑。モンゾーラのマスコットはアッシラ、オネズミです。オイラの推しはリリパッドだっちゅ。見たことあるっちゅか、あの綺麗な顔色。うせえやん。チュッチュなんだお前、ネズミたちと楽しい井戸端会議は邪魔するんじゃねえよ。チュッ、畑作りのためにさ、供物の種を探しちゅ。お前は面白そうなことしてんな。ネズコウだもん。この湿地帯のことや、キビの種のこと、何か知ってんの今すぐ吐き上がれ。ああ、吐き上がれだ。あんちゃんやけに偉そうじゃねえか。おい、お前たち。このお偉いあんちゃんに身の程を教えてやろうぜ。チュチュー。え？まあ、いいやつじゃなかったのかよ。やられたりじゅ。ああ、もうやられた。かわいそう。勝手にしばかれてる。ふん、ザコどもは。身の程を知ったのは貴様らだったな。ん？もう少し平和的になんとかできないのか。それな。手加減をしてやった。心配しなくてもすぐに目を覚ますはずだ。チュ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 。ほらな。今度こそ、種や畑作りのことを吐かせようぜ。やられたりちゅ。チュチュ、すいませんでした。生意気な口利きで、おとりさん強いんですね。手のひら返し。さあ、聞きたいことがあるなら、何なりとどうぞ。おお、あなた、キビの種を探してるんですね。そうなんですよ。キビの種は、この湿地帯の水辺の土の中に埋まっていると思います。お連れのお犬様と歩いていれば、種を見つけて場所を教えてくれますよ。そうですね、差し当たり。あそこのトンネルの札あたりとか怪しい気がしますね。せっかく湿地帯に来たんです。高台のお家を見学したり珍しいリリパッドがあったりするといい思い出になるかもしれません。ああ。父、オイラはこの湿地帯の西でリリパッド見たっちゅ。おー、何か悩みがある。なるほど。さっきはすいませんでした。すいませんでした。ああ、あなたは普通でしたけど、やかましいわ。ところであなた、この湿地帯にある高台の家には行ったりですか？まだ行ってないですね。メギラ、ああ、行ってたね。魔導士がいて、畑作りに役立つ特別な壺を持っているらしいんです。うん、じゃあ行きますか。種を探しつつ。そうそう、ヤヨについていってみようぜ。ワンワンワン、うわー、ちょっと待って、光ってるとこ掘ってみるか。掘りたいんだけど、こやつをどうにかしないと。おお、光ってる。いて、これか。おお、いっぱいあるやんけ。種を見つけたんだな。よくやったぞ。わん。その種、探してたキビの種だよな。よかったじゃないか、見つかって。キビの種は25個いるんだ。おお。
なんだこれ。看板に文字が綴られている。副総督マギール様の家はこの上。ご用の方は崖を登りください。あ、はい。登ってくる方を間違えちゃった。お、あるな、子羊よ。今日も元気、破壊活動していますか。確かに私がミイラですが、特別な壺を取りに来たですって。と、その前にです。あなたたち匂う、匂いますよ。私の花はごまかせませんよ。正直言いなさいよ。あなたたち作物を密造していますね。いえ。嘘おっしゃい。あなたの体中から降る農園酒、作っていないとは言わせませんよ。まあいいでしょう。あ、いいんだ。そういうことならあなたにはまず作った野菜を収めてもらうことにします。まして。小汚い壺を差し上げましょう。え？親切すぎか？チェックついてんじゃん。仕方ないな。はい。おーおーおー、これは美しい小麦だ。なんとも恐ろしくおぞましい。知っての通り、島では物作りが禁止されています。しかし食べ物がなければ生きられません。島の者たちは魚や昆布、落ちている木の実を食べて生きていますが、私はどっちも嫌いなのです。そうなんだ。形あるものは壊せ、それが教団の教えですが、最近は破壊が進み戸惑う幹部もいます。おお、それともこの島の破壊体制をも破壊する、島の体制をも破壊する、それが真の破壊ということなんでしょうか。もうすぐ島の総督非ババンゴ様、ババンゴ、ババンゴの実、教団本部からお戻りになるはず。マギール様にも お戻りいただかなくては。うん、小汚い壺を差し上げましょう。ありがとう。乾きの壺、水汲み水まき自在に操れ。いいですね。目が血走ってる。水を汲む、水を。おお、可愛がってる。おかえりなさい。いつも以上にニコニコな顔。君の種を集められたんですね。はい。うん、わしの家から乾きの壺も持ってきたか。これで君の種を育てられるな。おうおうおう。ところでチョコよ、お前は畑好きの天才ではなかったのか。確かに、その割に畑の知識は普通のようだ。何ですかそれは。天才見習いというか、天才候補というか。それはいかん。もしもお前が望むなら、わしが知る畑作りいや、島の歴史を教えよう。本当ですか？俺も聞きたい。俺も弟子入りしたいんだけど。まあいいか。よし、よし。で、リリパッドのとこに来ましたと。おう、人間。教団の信者にしちゃ生き生きした顔だな。誰なんだ、お前は。お前、ビルダーなのか。農園で新しい大樹を育ててる。君の種について知りたいって。君のことは知らねえが、物作りが得意なら一つ頼まれてくれ。いいよ。俺はリリパッド族として腐った土を緑の草原にしようと地道に活動中なんだ。ああ、緑の元を作る、緑を作る、は、あ、緑を作る草原の元。ハーゴ教団のマッドハンドに奪われちまって、どうにもこうにもうまくいかねえんだ。はいはい、いいっすよ、マッドハンドね。泥の手ですね。どこにですかね。草原の元を使ってくれ。いいぞ。え、すごい、めっちゃ綺麗じゃん。うん、負けたな。これで願いは叶うはずだ。リリパッドに教えてやろうぜ。ほい。うおー、腐った土を草原に変えてくれたんだな。いいなー、やっぱ草原はいいなー。それな、草原の元を地面に巻けば、その名の通りそこが緑の草原になるぜ。ついでに土もきれいにできるのさ。すげえじゃん。昔この島には大ミミズがうじゃうじゃいてな、
草原をジャガスが作ってたもんさ。草原の元と何か素材があれば草原団子ってのが作れるらしい。ああ、草原団子どうやって作るんだろうね。そもそもこの島はリーパッドとオオネズミ人間、そしてオオミミズは仲良く暮らしてたんだ。ほうほうほう。でもってよ、そこに古のビルダーも一緒にいたらしいぜ。まあもっともお前みたいにのほほんとした顔じゃなく、凛しい顔のビルダーだったらしいかな。うるせえよ。この島は昔あった大樹が枯れて今のありさまになっちまった。冒険中にもしオオミミズやったらよろしく伝えてくれ。いつかまたオオミミズ族がこの島を緑でいっぱいにしてくれることをリリパッド族は夢見てるってな。あー、思いついた？うん、草原団子。じゃあここもやっといてあげますか。はい、じゃあ今回はここまでにいたしましょう。ちょっとマッピンを話しているから許して。痛い、ビリビリしてる。ちょっと待って、OK だ。ちょっとやばい、帰ろう帰ろう。はい、じゃあ今回ここまでにいたしましょう。今回はね、キビの種を見つけて乾きの壺をいただきましたと、あとはねちょくちょくお願いを聞いてこれから楽しくなっていきますというところで終了です。でもこの壺やばいよね。こんな風に作ってもうなんかいくらでも救える。救った部分ね、水なくなっちゃうし、これ使ってなんか建物とか作れそうだな。というわけでおしまいです。お疲れ様でした。バイバイ。